そう、おはよう、テラちゃん。9月14日水曜日5時になりました。おはようございます、寺島直政です。外まだ暗いですね。ただ3時過ぎにいつものように外に出た時ですね、ほぼ夜空の真上にもう右下から欠け始めている月、これが結構明るく照らしてましたね。夜道を、星もある程度見えたという状況です。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょう。今日の関東地方、日中雲多めながらも日差しはあるでしょう。現在の浜松町の気温は25度ありますね。 25.7 度。ただ午前中ですね、濃い霧で見通しの悪くなるところがあります。特に車運転される方、十分ご注意ください。最高気温昨日と大体同じくらいで30度以上のところが多いでしょう。日中も湿度が高く、ムシムシした暑さが続きそうです。東京地方、今日は晴れ時々曇り、降水確率1日通して 10%、 明日も晴れ時々曇り、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県に出ています。さて株価なんですが、アメリカ、ニューヨークの株式市場です。アメリカの消費者物価指数がですね、市場の予想を上回ったことから急反落しまして、ダウの平均株価の下げ幅は1200ドルを突破しています。現在一番新しいというかですね、今動いているもの、もう今閉じましたね。前の日に比べて1276ドル44セント値を下げて31104ドル90セントで9月13日の取引を終えたという形です。今日経先物を見ててもかなりマイナスになっているという、そんな状況です。日本は日本でですね、例の企業物価指数、この上昇が止まらないなんていうね、ニュース昨日も私見聞きしております。さて、その他ですね、ヤクルトの、村上が55号ホームランを打ちました。チームは負けたんですけれども、それでもですね、王さんに並ぶ55号、日本の選手としてはですね、最多ということで、あと10試合ぐらい15試合ぐらい残してるのかな、なのでどこまで行くんだろうなんていうね、これ外国人選手になりますけれども、バレンティンは60本打ってます。村上選手残り15試合ですね、どこまでホームランの数伸ばすのかなんていうのもね、これも注目の一つです。さて今朝おはようテラちゃん5時台はスウェーデンと結びます。スウェーデン在住で翻訳家の久山陽子さんです。久山さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久山さんといえばですね、世界的ベストセラースマホ脳を翻訳された方です。スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセン氏の、このスマホ脳ですが、今一番新しくて、ラジオ機の方ももうお気づきかと思います。本屋さん行くと平積み、もしくはですね、何かこの新書のランキングっていうコーナーが、ほぼ必ずある程度のこの本屋さんだとあるんですが、そこにあります最新作ストレスの、これ久山さんが翻訳を手掛けられております。久山さん、改めてストレスの売れてますね。ありがとうございます。おかげさまで嬉しいですね。多分現代の、現代人、特に日本人、ストレスないっていう人はいないと思うので、この本ではその小さなストレスから大きなストレスまで、いろいろ扱っているんですけども、それが実際私たちの健康にどういう深刻な影響を与えてしまうのかとか、そういったことを科学的根拠に基づいて、どうしていけばもっと健康になれるのか、気分よくなれるのかっていうのを説明している本なので、ぜひ皆さん、ストレスの対処にお役立ていただければと思います。そうですね、今お伝えしたようにですね、ニューヨーク株式市場が1276ドルマイナスになったっていうんでね株に関心をお持ちの方、結構ショック受けてる方もいらっしゃるかと思うんですよ。それだけでもストレスですね。そんな中、私もこれね、何度か拝読してますけれども、ストレスの今手元にもあります、75ページ、不安を騙すテクニックっていうのがありましてですね、このまた表現が良くて騙すのみたいな、でも何をやればいいかっていうと、その呼吸なんですよね。
あ、そうですね、大事ですね、はい、特に具体的にはですね、ゆっくり息を吐くと、はい、これまたここまでは知ってる方多いと思うんですよ。私もね、結構緊張しいですから、何かこう、え、そうなんですか、ものすごい緊張しいなんですよ。それは知らない、で特に人前に立つとドキドキしちゃうんですね。そうなんですか、はい、意外でした。でドキドキするとき呼吸ゆっくり吐けばいいんだっていうところまでは、ある程度このいろんな人にね、先輩から教えられて知ってたんですけども、これがこの神経システム的なこの解明がされてるんですよね。こういう理由だから深く息を吐いて吸うのとこの吐くのの割合をこのくらいにした方がいいですよって、なるほどそうなのねっていう、そうするとますますこれをこうやりたくなってくるっていうね。はい、ぜひ試して、もう試されました。何度か試してます、改めて、はい、何度か緊張するシーンにもあったんでありましたかも、その時に試して、はい、でそれでもダメだったら、その辛さを言葉にしてみるだとかね、テクニックいくつかありますんで、はい、こういうものも載っているストレス脳ですね、はい、そうですね、具体的なアドバイス、改めて運動がいいんですね。あ、運動はね、もう、はい、もう皆さんご承知の通り、はい、万能に近いものがありますね。これもですから、この先祖からの脳の記憶みたいなものがね、この影響してるっていうことがこのストレス脳にも書いてありますし、それ以前の、はい、久山さんが翻訳されたハンセンさんのですね、この本には書かれております、はい、新潮新書から絶賛発売中ということですね、はいはい、久山さん、あとスウェーデンというと国政選挙が先日9月11日ですか、はい、ありましたね、はい、日曜日にありまして、はい、はい、もう国だけじゃなくて県と市も、はい、3種類一斉にありまして、で日曜日だったんですけど、夜8時ぐらいまで投票して、はい、もう月曜の朝にはその時点での結果が出て、はい、もう持ちきりですね、その話で今。その時点の結果、ただ開票はまだ 100% ではないんですか？そうなんです、在外投票っていうんですかね、はい、海外で投票された方のそのお手紙で来るのがまだ届いてなかったので、それを合わせたものが水曜日、日本はもう水曜日ですね、はい、発表されるということで、やっと正式に決まります。これ結構今白昼してるそうですね。そうなんですよ、与党連合と野党連合が、はい、1議席差で1議席拮抗中ということで、はい、もうってことはもう最後の本当開票、100% まで、ね、そうなんですよ、注目されてる、最後までちょっとわからない感じで、そうなんですね、はい、となるとやはり国民もメディアの注目度も非常に今回に限って、まあ、限らなくても高いんですね。そうですね、もう職場でももうそんな話ばっかりですし、もうテレビ新聞はもちろん、はい、もうその話ばっかりで、これ首相がアンディション首相でしたっけ。あ、そうですね、女性のアンデション、はい、アンデション首相、はい、もう今ハラハラしてるって状況ですかね。じゃあそうです ね結構微妙な、ちょっと押され気味ぐらいの感じで、そうなんですね、はい、はい、スウェーデンの選挙に関してはまた後ほどですね、時間を割いて久山さんにお話ししていただく予定です。おはよう、テラちゃん。時刻5時15分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はスウェーデンと結んでいます。スウェーデン在住で翻訳家の久山陽子さんです。久山さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは朝刊トップ5いきます。9月14日水曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞、ウクライナ軍東部南部6000平方キロメートル解放。ウクライナゼレンスキー大統領は12日夜にビデオ演説し、ロシアの侵略に反転攻勢に出ているウクライナ軍が9月初旬以降、東部と南部の6000平方キロメートルを解放したと明らかにしました。毎日新聞、ココア機能停止へ。河野デジタル担当大臣は昨日をですね、新型コロナウイルスの接触確認アプリ COCOA の機能を停止する考え明らかにしました。
感染者の全数把握が簡略化されることに伴って運用する必要性がなくなったと判断したものです。日本経済新聞、省庁横断で国防関係予算。政府は2023年度から各府省庁の安全保障にこの関係する費用を合算する国防関係予算の枠組みを作る検討に入りました。防衛省以外が所管するインフラ整備、宇宙サイバーのこの関連費、科学技術研究費といった項目の参入、これを念頭に置いて台湾有事などで想定される事態に省庁横断で備える体制にしようというものです。産経新聞、ゴダール監督死去。フランス映画界の巨匠ゴダール監督が昨日スイスの自宅で死去しました。91歳でした。フランスメディアによると、死を選んだ人が医師処方の薬物を自ら使用する形で最後を迎えたといいます。この方法はスイスの法律で認められているものです。スポーツニッポン、村上55号、王さん、ノムさんやりました。プロ5年目22歳の若きスラッガーが世界の王と肩を並べました。ヤクルト村上宗隆内野手、昨日巨人戦9回にこの日2本目となる55号を放ち、1964年に王貞治さんが24歳の時にマークした日本選手最多記録に58年ぶりに並んだというニュースが入ってきています。まあ、先ほどもお伝えした通り、あと村上選手は15試合残してますからね。この抜くのはほぼ確実、60本というこの記録、ここに追いつけるのかどうか、このあたりにこの注目が変わってきたぞという、そんな感じです。はい、以上朝刊トップ5でした。さて、スウェーデンにいらっしゃいます翻訳家久山陽子さんにお話を聞いていきます。久山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今5本の日本のニュースご紹介しましたが、久山さん、何か気になるニュースありましたか？すごい個人的な話で申し訳ないんですけど、やっぱりコロナ の規制緩和というのが非常に海外組としては気になりまして、はい、ここは機能停止ということで、日本も一つまた一歩、少し規制が緩まるのかなと思って、つい先週ですよね、PCR 検査、帰国時の PCR 検査も、はい、なくなって、やっとかという感じでですね、もうすごい高いし、結果出る前のキラキラし大変だった。そうなんですね、我々その海外に出るチャンスがないですから、海外から戻ってくる方とか、皆さんおっしゃいますもんね、どこでやってるのかわからないし、値段は高いし、いくつかランクが、ランクっていうのも変な言い方ですけども、数日前に、この検査するのと、前日とかに受けて、で、それで万が一陽性だったら旅行取りやめですから、ですものね、本当ドキドキで、そういったものもこの、会場で、あとはその、訪日客も2万から5万人にこの、増やすとか、ゆくゆくは解除の方向に持っていきたいとか、いろいろ開かれてるんですが、どうですか？でも久山さん、先日日本にお戻りで大変な思いされたと思うんですけど、スウェーデンに暮らしてらっしゃると、やはりこれちょっと久山さんのお気持ちをこの代わりに申し上げるなら、遅えよって感じなんでしょうか？そうですね、だいぶスウェーデンよりは遅いんですけど、ピークのタイミングとかも国によって違いますね。もうそれは仕方がないと思うんですけども、世界各国ね、もう全数把握っていうのをとっくにやめていた、この夏に、日本はね、一生懸命数えて新、世界新記録みたいな報道は、やっぱりちょっと国民が不安になって、じゃないかなと、見てて思いました。あれもですね、世界がカウントするのをやめて、やめてというか、もう本当一部だとかね、そういうふうに日本と違うやり方での数字の比較したってしょうがないんですもんね。そうですよね。でも出てくる数字見りゃね、例えば WHO だと一番多いわ、日本が、みたいなことになるわけですからね。そんなニュースをスウェーデンから久山さんはいつもご覧になっていると。
ですね、はい、いうことですね。まあいろいろこのご意見もあるかと思うんですけども、はい、まあでもそれにしても、まあ、ここはもうなくす方向でということ。ただまあこれは起きてほしくないですけども、はい、次にまたパンデミックがあるとするならば、 それを見据えていろいろこの反省すべきところは反省しなきゃいけないわけですよね。そうですね、各国次は、はい、まあ、万が一次があれば、もっといいやり方を模索ということですよね。はい、でこのココアなんですけれども、まあ、現時点でですね、おととし6月に運用開始したんですが、まあ、これまでのその契約額が13億でおよそ4000万件ダウンロードされて、多くの人に利用され、行動変容を促す効果が一定程度あったと、まあ、これ松野官房長官が言ってるんですけども、で次のパンデミック見据えてココアの活用状況、評価課題などについて総括したいと、こういうふうに述べているということですね。これスウェーデンでもこういうこの何かアプリケーションのようなものはあったんでしょうか。なかったです。アプリはなかった。ただもともとその医療ホームページっていうのがありまして、はい、そこでワクチン予約したり、その PCR 検査の予約をしたり、はい、結果が来たりっていうの、もともとそういうプラットフォームがあったので、その中でやってましたね。その中にも含まれていたということなんですね。今スウェーデンでは新型コロナウイルス、この感染者陽性者、まあ、このあたりのニュースっていうのはもう頻繁にありますか。ほとんどないですね。なんか9月ピークって言われてたんですね、新学期が始まって急にこうまたみんなが会うようになって、でもなんかもう減少してるらしくって、なんか今週からそのうちの県では病院なんかでも、今まで病院の医療関係者の人、病院の中で働いてる人たちは一応マスクはしなきゃいけなかったんですけども、これからはその例えば休憩室とかでご飯食べるときとか、はい、休憩室の中ではもうマスクしなくていいとか。あ、そうですか。はい、また緩みましたね。緩和されてるってことなんですね。はい、はい、さて話変わります。8日にこの亡くなったですね、イギリスエリザベス女王です。19日国葬が執り行われますが、このエリザベス女王の崩御のニュースですね、久山さん、スウェーデンではこれはどういうふうに報道されたんでしょう。はい、そうですね、まあ、大ニュースとして流れたんですけども、まあ、日本と同じような感じだと思いますね。はい、それ以上でもそれ以下でもないという感じでした。はい、はい、でエリザベス女王の訃報を受けてですね、天皇陛下がイギリスでのこの国葬に参列する方向で調整が現在進められています。天皇皇后両陛下が参列の予定ということですね。ニュースにもありましたけれども、まあ、イギリスからはこの2人、日本の方は2人というこの招待がありますので、岸田総理がここから漏れたみたいなですね、そんなニュースが先ほどありましたけど、スウェーデンにも王室はあります。スウェーデンのこの王族、はい、19日に行われますエリザベス女王の国葬には参列するんでしょうか。はい、国王夫妻が参列するっていうニュースがあって、はい、スウェーデンからも2人なんでしょうね、はい、きっと、はい、その2人が行くようですね。で実は遠い親戚でもありまして、そう、まあ、ヨーロッパ の王族は結構つながっているんですけども、はい、今の国王の、まあ、おばあちゃんのおばあちゃんがイギリスのビクトリア女王ですね、ビクトリア朝のビクトリア女王だったということで、一応遠い親戚です。そうなんですね。スウェーデン王室です。スウェーデン国内でこれどういう位置づけなんでしょうか。はい、まあ、日本 の天皇皇室と、はい、似てまして、まあ、立憲君主制ということで、はい、君主に政治的な力は、まあ、一切ないんですね。国家の象徴ということで、まあ、スウェーデンの王室は結構愛されていて、まあ、よくその王室廃止するかどうかっていう議論もあるんですけども、基本的には国民は存続してほしいと考えていますね。で日本とちょっと違う点っていうのは、まあ、今の国王 の第一子が1977年に生まれて女の子なんですね、ビクトリア、はい、プリンセスビクトリアなんですけども、はい、当時、まあ、スウェーデンも男子しか王位を継げない
ていうことになってたんですけども、はあはあ、それを受けて、まあ、79年に王位継承法が改正されて、あの彼女があの正式に皇太子になって、はい、あの今の王様がまあ引退されたら、あの彼女が次の女王ですね。女王になりますね。はい。で、まあ、もうすごくそのビクトリア皇太子も大人気でですね、国民の中で、はい、あの結婚した相手もなんか田舎出身の本当に素朴な実直な方でもあの大人気でして、でも可愛い子供たちもいまして、あのまあ非常に安定した人気で。はい。ただ、まあ、あの、お金かかりますよね、やっぱり、あの、王室って。まあ、そうですね。で、まあ、スウェーデンの人たちも、やっぱ税金の使い道にすごいうるさいので、はい、あの、一番最近ちょっと大きな改革というかあったんですけども、2019年に、あの、王室が発表したんですけども、あの、その、ビクトリア皇太子の、あの、弟と妹がいるんですね。はい、で、その人たちも、あの、子供が、いて、まあ、合計今6人いるんですね、その2人の子供だけで。で、あの、その子供たち、その6人の子供たちっていうのはもう、あの、王族ではなくなることを発表しまして、まあ、あくまで一般人となって、まあ、これはまあ、税金、王室に使う税金を減らすための、まあ、あの妥協案みたいな感じですね。あ、そうなんですね。はい、あとはですね、やはりこの日本でも物価高、物価、特に今月も上がる、そして来月はもっと上がるみたいな品目が多いんですけども、このスウェーデンは今物価っていうのはどうなってますか？ああ、もうずっと上がり続けていて、なんかちょうどあの新聞にこの12月、あの冬ですね、あの暖房費がかかる真冬、あのどうなるかっていうあの予測が出ていたんですけども、ちょっとこれあの本当にびっくりするような数字でですね、あの一軒家に住んでいる人で、まあ子供のいる世帯ですね、はい、あの生活費が、まあ私が住んでる地方で、まあ去年より、この12月は去年の12月より、まあ7万円ぐらい上がることを見越してくださいと。一月ですよ。で、これあの、生活費は10、すみません、確認、一月ですよね。一月です。一年じゃない。7万上がる。一月7万円。で、まあ、あの何にかかるかというと、住宅ローン、ガソリン、食費、電気代、まあ、全部上がりますよね、どう考えても。で、ガソリンと食費は、まあ、あの全国同じ水準で大体上がってるんですけど、住宅とか電気代というのは、スウェーデンは非常に地方によって差がありまして、差がある、はい、この7万円、うちの7万円というのは全然安い方なんですよ。電気代でいうと、まあ、南の方だと この3倍ぐらい値段がしますので、はい、一番南のマルメっていう大きな町があるんですけども、そこだと12月1ヶ月であの26万円上がるそうで、1ヶ月ですよね、すいません、何度も恐縮ですが、はい、1ヶ月26万円、今年は去年より上がるらしくてですね、はい、まあ、正直本当にあの生活が苦しくなる、あの家を売ってね、マンションに引っ越したりとか、はい、もう本当にそういうことをしないといけないレベルですよね。そうですね。これ政府からの何か援助、財政出動みたいなのはないんですか？あんまりないですね、今のところ。あまり聞いてない、まあ、ガソリン代が、ね、はい、あの下がったりとかしたのあったんですけども、またこれ基礎知識です。スウェーデンといえば日本の面積の 1.2 倍で、人口は1000万ちょっとぐらいですよね、はい、そうです。そういった中で、それこそだから7万なんてまだいい方で、そのいい方なんです、ね、で7万でも今、はい、おそらくラジオ機の方は驚いてると思うんですよ。はい、でも暮らしている国民の方々はこの政府何やってんだと、デモとか起きないんですか？今は起きてないですかね、でもね、物価高に対しては、でもそこまで上がったら、先ほど奥山さんもおっしゃってたように、もう家売るしかないだとかですね。そうなんですよ、そうなんですよ。暖房費を節約するために ね、もっとちっちゃい、まあ、あの一軒家からマンションに移るとかですね、はい、それぐらいしか思いつかない。いや、だからね、それで単純に考えれば、それだけ物価が上がる、そのエネルギー費が上がる、給料もその分上がってくれれば別に問題はないんですけども、そんなに急に上がるわけないですもんね。急には上がらないですね、まあ、あの毎年普通は、まあ、あの少しずつ上がってきて、今までも上がってきてるんですけども、まあ、そのこの物価の上昇には追いつかないです。そうですね、はい、いや、
これ近所でやっぱり話題にはなりますよね。どうしますみたいな。そうですよね。はい。いやもうあの新聞には毎日のようにこう電気代節約の方法とか使ってないコンセント抜きましょうとか、はい、日本人的にはもうそれ。あの特に知ってますけどみたいなことがいっぱい書いて、まあ、今まで結構緩かったんですよね、スウェーデン人のその電気代に関する、はいね、暖房とかすごい家の中暖かくしてるんですよ、あの真冬でもね半袖でも大丈夫なぐらい、はい、ちょっとそういうの見直すときに来たかもしれないですね。とその生活様式も変わりつつあるかもしれませんね、かもしれないです、この冬、ね、この冬からみんな厚着してるかも言うの、はい、栗山さんありがとうございます。また後ほどお話聞かせてください、はい、よろしくお願いします、お願いいたします。時刻5時31分です。時刻5時36分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はスウェーデンと結んでいます。スウェーデン在住で翻訳家の久山陽子さんです。久山さん改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではこの時間久山さんにはこのテーマでお話しいただきます。スウェーデン4年に一度の総選挙、与野党の勢力が拮抗。スウェーデンで11日総選挙、定数349議席、こちらが実施されました。久山さん、まずは改めてですね、今回の選挙どういうものか簡単に教えていただけますか。はい、スウェーデンではあの基本的に4年に一度だけの選挙でして、はい、あの国レベル、県レベル、市レベルであの一気に一度で選挙をやってしまうので、まあ、みんなそれぞれあの 3枚ずつこう投票するような形ですね。はい、そういう状況なんですね。そういう状況です、そういう状況で、それで、まだでも開票はあの行われていて結果は出てないんですね。そうなんです、あの日曜日が選挙の当日だったんですけども、はい、あの月曜日の朝にあの暫定結果ということで、あの、まあ、ほとんどの票はそれで集計されてるんですけども、あの海外にあの先ほど言った通りに海外に住んでる人たちの票がまだ届いてなくてですね、はい、本当の最終結果は水曜日、今日ですね、あの、まあ、スウェーデンまだ今前日の夜なんですけど、あの夜が明けましたら水曜日になるので、その時に発表されて、はい、であの今のところその非常にその暫定結果が微妙で、あの国会だと1議席差で、まあ、野党と与党があの競ってる状態なので、は、はい、水曜日までまだちょっと何とも言えない感じですね。そうですね、まあ、今お伝えしていただいた通り、その情勢が拮抗しているということは、はい、これそのアンデション首相率いる与党ですね、はい、社会民主労働党、こちらが敗れるなんてことはあるんですか。そうですね、あの社民党自体はあの実はあの去年あ前回よりもあの8議席伸ばしていて、あ、まあ、あの悪くない戦いだったんですけども、その与党連合野党連合っていうふうに計算すると、はい、あの実はあの今回野党の方が今のところ1議席勝っているということですね。はい、なのでこのまま行くと、まあ、あの普通にか一番、まあ、あの可能性として高いのは野党は、野党をずっと今まで、はい、あのリーダーだった穏健党ですね。穏健党の、はい、党首の、あの、方がですね、あのクリステンソンさんが、はい、あの首相になる確率が一番、高いですね。もうこれでも1議席差っていうのがすごいですね。この後お聞きしていきますけれども、どうしてそんなに拮抗してるんだろうっていう、おそらくラジオ機の方もその疑問を抱いてるかと思うんですけども、はい、投票率ってのはどうなんでしょうか。はい、投票率今回 81.3% で、前回の 84.4% で下がっちゃってたんですね。いや、それでも高いですよね。まあまあそうですね、まあでもなんで下がったかっていうのちょっとまだまだね2日しか経ってないので分析とかはまだないんですけども、まあ、私が思うに、あの一つ理由があってっていうのは、今回選挙の仕方がちょっと変わったんですね、はい、あの今まであの
選挙の投票所に、前までは投票所に行くとちっちゃいテーブルがあって、そこにこう各党の何て言うんですかね、投票用紙っていうのが党ごとにありまして、それが国県市と、まあ、3種類あるので、まあ、すごい種類の紙がこう並んでて、はい、でそこから1枚取って、まあ1枚合計3枚ですね、はい、国県市、国県市、それを、はい、はい、それをまあ投票するんですけど、丸見えだったんで、はい、前の人がどれ取ったかって分かっちゃうんですよね、はい、で分かるのが嫌だからって、みんなこう3枚とかわざと取るんですよ、後ろの人に分からないように。でまあ投票するのは1枚だけなんですけども、こういろんな党のをわーって取ってこう、はい、取るんですね。福山さん、はい、でそれで 党によって何か色が違うんですね、はい、そうすると。あ、そうなんです、党ごとにこう紙があって、その、はい、選ぶんですね。例えば今出てきたんだと社民党だとか、あと穏健党だとかですね、はい、まあ、今回この伸ばしたスウェーデン、民主党ですか、まあ、こういうね、はい、もの、それがそれ具体的には青だとか緑だとか黄色だとか、その紙を取っていくって感じですか。あ、そうですね、全部同じ色なんですけど、色は同じか、もっとバレちゃいますもんね。色は3種類、色は3種類は国県市と3種類の色があって、あ、それぞれに 全党が、まあ、それぞれの投票用紙があって、でまあ、ロゴとかついてて分かるようになってるんですけど、まあ、主要の党だけで8党ありますし、プラス、まあ、他の党もあって、まあ、白紙のやつは、そう、自分で書けるタイプのちっちゃい、すごいちっちゃい党とかを自分で書けるのがあって、でまあ、それがまあ見えるのが嫌だっていうことで、はい、まあ、いっぱい今までいっぱい取ってたので、それはまあ環境に悪いということで、当然そうですよね、紙がいっぱい捨てられてしまうので、今回から見えなくなったんですね、はい、そのテーブル自体こうカーテンみたいなのがかかって、その1人しか入れなくなると、それですごく時間がかかるようになってしまってですね、はい、一人一人こう紙を取りにそこに入ることになって、でなんかすっごい列ができたらしいんですよ、場所によっては、30分待ちだといい方で、もっと待たされた人たちもいて、で多分私が思うにそれでちょっともうこんなに待ってられないってなって帰っちゃった人が結構いたんじゃないかなと、投票率に。これが 3.1 ポイント下回っちゃった理由だと、理由の一つかなと思って、ではないかということなんですね、一つの理由ということなんですが、そういうやり方が変わってね、時間かかっちゃうから、そうなんですよ、もういいやもうだったらみたいなことなんですね。ちょっとそれ前回前、ね、次回の反省点として、はい、そうですね、これはあるということですね、はい、ですはい、で改めて今回の選挙の主な争点ですね、はい、これは何だったんでしょう。いや、今回争点がその一つ二つに全然絞れてなくてですね、スウェーデンも国内問題山積みで、はい、教育、犯罪、医療、環境、あと、まあ、家計に直接ね、影響してくるエネルギー問題や、はい、まあ、税金をどうしていくかっていうこと、もうどれも大事で、もうどれが、どれがっていう、争点全部ですね、だったので、で、まあ、ただ、各党のね、いろいろ政策を聞いていると、まあ、みんなそのスウェーデンを良くしたいっていう意味ではみんなまあ気持ちは同じですよね、だからあんまりこう差はないって言ったらあれなんですけど、はあはあ、まあ、前だったら NATO 問題とかがあってですね、 NATO に入るか入らないか、入りたい派入らない派って、まあ、はっきり分かれてたりしたんですけど、まあ、こう教育犯罪とか、まあ、このあたり本当にまあ似たような、まあ、ちょっとずつこうやり方が違うだけで非常に似ていてですね、まあ、選ぶの正直難しい。ただ、予算にね、限りがありますので、国というのは、どの党がどの問題を一番重要視してるか、このたくさんある問題の中でナンバー3を上げてくれっていうのをよくその、失業党とかでいろんな党の人に、政治家に聞くんですけども、まあ、どれを重要視してるかっていうのが、まあ、私たちが選ぶときに、はい、じゃあここだなってなる争点はそういうことですね、今回。そうなんですね、まあ、これはあくまでも外から見たこのスウェーデンのこの国の今の状況っていう、ことでお聞きいただきたいんですけども、以前ですね、はい、まあ、スウェーデンといえばスウェーデン例外主義っていうのがあってですね、他の国がもう移民こ、はい、絞ろうよって言ってる時でも、スウェーデンは、いや移民受けれますよっていうね、スウェーデンだけは例外ですみたいなね、そういったところで移民が増えたと。ね、で移民が増えて、その移民の問題がある、
はい、以前2015年でしたが大量に入ってきちゃってね、それはそれでまた大変な思いをスウェーデンもしてる、ですから移民問題どうするんだっていうこと、うん、あとは治安も悪くなってるっていう指摘もあるんですが、はい、これはやはり事実ですか。ありますね。はい、そうですね。特にギャング犯罪が、まあ、激増してまして、で、まあ、それがどういうものかっていう、まあ、前もちょっと話したかと思うんですけど、はい、麻薬の取引をめぐってのあの銃撃事件、まあ、だからギャング同士で撃ち合うんで、はい、まあ、その分にはまあ彼らで殺しちゃってるだけなんですけども、はい、残念なことにその流れ弾、がまあ一般の人に当たったりするような事件も発生するぐらいしょっちゅうそういう銃撃事件が起きてしまっていて、あ、ね、でまあ、それで、まあ、その今回その、野党の方で、はい、野党がこんなに強くなった理由として、実はそのリーダーの穏健党はマイナス 0.7% ということで縮んでるぐらいなんですけども、ほうほう、じゃあどこが大きくなったかっていうと、その、まあ、俗にその人種差別党と呼ばれる、揶揄されるような、まあ、スウェーデン民主党というところが、もうすごく大きく伸びてまして、まあ、この党っていうのはもうつい2010年に初めてまあ国政に参加したぐらいの、まあ本当に新しい 党なんですけども、その次の選挙2014年で第3党にまで一気にまあのし上がってきてですね、もう私その時スウェーデンに住んでたのですごい覚えてるんですけども、朝フェイスブック開いたらもうなんか画面が真っ黒だったんですよ、みんながもう真っ黒な投稿で、もうなんかスウェーデンは終わったみたいなことを一言だけもうスウェーデン人の知り合いがみんな書いてて、もうこの、まあ、人種差別党と呼ばれるような党が、まあ、スウェーデン第3党になったことは、まあまあ、その時点で 12.9% だったので、はい、まあ、それ以外のね、80% 近くは、もっとか、88% 近くの人たちは、はい、まあ、それに反対だったわけなので、すごくショックを受けた、まあ、ちょっと時代のね、変わり目みたいな、はい、のが2014年、でその後はい、18年にはもう、まあ、まだ第3党で、今回、2022年についに第2党まで来てしまいましてですね、まあ、20.6% ということで、まあ、ただ裏を返せばね、まだ 80% の人はその党を支持していないということなので、決してそのスウェーデン人全員がそのような考えを持っているというわけではないんですけども、はい、まあ、ここまでその、ね、その党が票を伸ばした理由というのは、その今おっしゃってくださったように、まさにその移民をまあこれまでたくさん受け入れてきて、まあ、今時代背景的にもやっぱりみんな生活厳しいじゃないですかってなると、やっぱりちょっとこれ以上はっていう なってしまいますよね、やっぱりどうしても、で、まあ、あとはそのギャング犯罪がね増えたっていうことで、はい、まあ、そのギャング犯罪の裏に、まあ、そういう移民外国がね背景の人が多いということで、すごくまあ原因にされがちなんですけども、じゃあでもじゃあ外国人を排除すればいいのかっていうと、うん、まあ犯罪、そのギャング犯罪にはスウェーデン人にもいっぱいいますし、はい、関わってますし、まあ、そもそもその麻薬の取引って、その麻薬は買う人がいるからそのビジネスが成り立つわけなんですけども、はい、買う人っていうのはまあスウェーデン人なんですね。これ結構びっくりなんですけど、いつも言われるのが、その一番典型的なその麻薬を買う人っていうのは普通のスウェーデン人で仕事してて、中年で奥さんがいて子供がいてっていう、もうごくごく普通のスウェーデン人が買ってるらしいんですよね、もちろんこっそりなんですけども、その需要があるから、そういうねギャングが、まあ、麻薬を売買するわけであって、だから外国人を排除すればいいのかっていうと、全然それだけでは終わらない問題ですよね。そうですね。あとはその、まあ、まだね 100% その開票されてるわけじゃないですけども、例えば日本でも年齢のこの投票を 見るケースもあるんですね、自民党にどのくらいのこの年齢の人が入れただとか、この候補には、高齢の方が入れたとか、いや若い人がここに入れてるとか、そういうところまでの分析はスウェーデンではないんですかね。というのも、まあ、先ほどのその移民問題だとか、あと治安の悪さだとか、どのあたりがその野党の方に入れてるのかな、素朴な今疑問なんですけども、ちょっと今回のまだ見てないんですけど、はい、学
校模擬選挙の話を前回、はい、少しさせていただいたと思うんですけど、この本当の選挙と並行して、中学校高校でも学校単位で選挙っていうのをやりまして、国がそれを全部結果を集めて本当の選挙と同じ日に公表するんですけども、はい、そこでその中学生高校生がどのようにどの党に投票したかっていうのが分かるんですけども、これがいつも面白くてですね、本当の選挙とまた全然結果が違ってですね、それは次世代の、ね、もうすぐ有権者になる人たちがどこに投票するかっていう、予測にもなるのですごく政治家にとっても大事な結果なんですけど、いつも強いのが穏健党なんですね。野党支持っていうことですよね。で、今回もやっぱりそのスウェーデン民主党は、若者の間でも第2位でしたね。そうですか。はい。で、その昔からスウェーデンを福祉国家としてやってきたその社民党、はい、与党ですね、は、若者の間ではかなり人気は低めという。ない、そういう状況なんですね。今その学校模擬選挙というお話、前回もですね、以前お話いただきましたけど、これってやっぱり役に立ってると、はい、小山さんなんかはお感じですか？思いますね。特にですね、その先ほど選挙投票率の高さの話もありましたけども、その18歳になって突然、はい、選挙行ってください、投票してくださいって言ってもなかなか難しいと思うんですけども、スウェーデンではその中学校から、その模擬選挙っていうのを体験するので、実際自分でこう、いろいろ考えた挙句にこう、どの票に、どの党に投票するかっていうのを考えて、そのための授業も、2週間ぐらいかけて、社会の授業でいろいろやるんですね。はい、例えばうちの町だったら広場に、各8政党が、ブースを出すんですよ。昔から。選挙小屋っていう名前なんですけども。で、そこにその党の人たちが立っているので、その社会の授業の一環としてそこに行って、じゃ このグループは医療について各党がどう考えているか聞いてきてくださいとか、はい、そういう課題を渡されていって実際話して、はい、この党はこうなんだって考えた挙句に自分で投票をするっていう、それがあった上で18歳になった時に本当の投票をするっていう流れなので、割とスムーズに若者も投票すると思いますね。はい、そこに若者にこう説明しに行く党の人たちもなるべく分かりやすく伝えなきゃいけないから、はい、結構大変っちゃ大変ですよね。そうですね、私も今回広場についてたんですけど、生徒について。どうでした？はい、昼間なので、お年寄りの党員とかもいっぱいいたんですけど、はい、結構印象的だったのが青年部の若い人たちも立ってて、はい、やっぱり若者同士でこう喋りやすいじゃないですか。はい、もう青年部っていうと中学生とかいたりするんですよ。中学生が立ってて、例えば穏健党の代表として中学生がいて、その子に聞いたりするんですよね。医療犯罪はどうやって防止していけばいいと思いますかとか、いろいろ説明してくれて、はい、そういう対話が、はい、行われます。ということは、今のお話聞いている限りだと、スウェーデンのこのね、もう若い人から政治には関心があるっていう状況ですね。はい、そうですね。学校に日本みたいにクラブ活動ってないんですけど、はい、その代わりその町 の、いろんなスポーツチームに属したりするんですけど、その一環みたいな感じで各党の青年部っていうのも割と楽しいみたいですよ。若い中高生、大学生が集まってこう勉強会したりキャンプしたり、はい、楽しそうです。久山さん、確認ですが、例の NATO です、はい、NATO 加盟をですね、はい、申請してますスウェーデンですけれども、これ選挙の結果次第では、はい、スウェーデンのこの NATO 加盟、これに変化は起きないですか？ないですね。と、はい、いうのはもともとその与党は反対してたんですけども、NATO に、はい、それをちょっと翻してこの春にもう加盟申請したので、それが野党にもし政権が移ったとしても、もともと彼らは賛成派ですから、そうですね、賛成のままですね。はい、今回そのウクライナ問題みたいなものはこの選挙の中ではありましたか？何か話題としては
ウクライナは特になかったですね。まあね、その決して遠くはない場所ですから、その NATO に加盟するっていうくらい危機感を今抱いてるわけですものね、うん、スウェーデンは。そうですね。ねえ、はい、もうそのあたりのことはもう春にいろいろ決まってしまったので、はい、今回の選挙の焦点にはならなかったですね。まあ、なってなかったということですね。まあ、とにもかくにもあと数時間ぐらいでそうすると結果が出てくると。あ、1議席、ね、夜が明けると、はい、どうなるかが、はい、どうなってくるんでしょう。また次回お伝えできればと思います。福山さんにまた次回ですね、いろいろと、まあ、それで体制が変わるのか、アンデション首相がそのまま続投できているの か、まあ、そのあたりも非常に興味がありますので、はい、福山さんまたの、はい、後日よろしくお願いいたします。今朝はありがとうございました。はい、はい、今朝はスウェーデン在住で翻訳家、福山陽子さんにお話を聞きました。